ドゥニ・ディドロ、ドゥニ・ディドロ、デニス・ディドロ、1713年10月5日から1784年7月31日は、フランスの哲学者、美術批評家、作家、主に美学、芸術の研究で知られる、18世紀の啓蒙思想時代にあって、ジャンルロン・ナ・ラン・ベールと共に、百科全書を編纂した、いわゆる百科全書派の中心人物であり、多様な哲学者と交流した、 徹底した唯物論者であり、神について初期は疑心論の立場に立ったが後に無心論へ転向した。ポールイコールアンリティ・リドルバックなどと共に、近代の哲学者としては最も早い時期に無心論を得た思想家の一人とされる。書物によってはドニディ・ドロとかな転写される場合もある。フランス・ラングル生まれ、パリ大学で進学と哲学を学んだ。思想的には、 初期の理心論から、唯物論、無心論に進んでいる。盲人に関する手紙、盲人書館、1749年間の唯物論的な主張の打倒目されたこともある。英語に堪能で、ルブルトン書店からイギリスで刊行し成功した、チェーンバースの百科辞典のフランス語版を依頼されたことが18世紀を代表する出版物、百科全書の編纂。 観光につなが、事業としての百科全書が狙っていた主要な対象は、信仰のブルジョワ階級であり、その中心は、当時の先端の技術や科学思想を紹介した項目だが、それらに交えながら、社会、宗教、哲学等の批判を行ったため、百科全書を観光すること自体が宗教界や特権階級から危険視された。ディドロは、たびたびの出版弾圧。 執筆者の離散を跳ね返し、百科全書、1751年から1772年の完結という大事業を成し遂げた、百科全書は、フランス革命、1789から1794年を、思想的に準備したとも言われる。1751年、プロイセン科学アカデミーの外国会員となる、ロシアの女帝エカチェリーナ2世と、 個人的に交流した。1765年、娘の結婚資金を確保するため、ディドロは蔵書をエカチェリーナ2世に売り渡したが、その契約は、ディドロの生存中はそれら蔵書を手元に置いて自由に利用できるという条件付きであり、実際にはエカチェリーナからの資金援助という性格を持つ。そうした援助に報いるため、百科前書完結後の1773年、 ロシアを訪問した。パリ第7大学にその名が残る。ディドロは1752年に刊行された百科全書第2巻の中に収録された項目美を執筆した。そこでの彼のテーマは美の根拠についてである。彼はこの根拠を求めるために美を定義するのに必要な性質は何かを探る。彼はまず秩序、関係、つり合い、配列。 対象、適合、不適合が、どのような美の中にも見つけることができるとする。それはそれらの概念が存在、数、横、高さ、及びその大義を差し挟む余地の内緒観念と同じ、期限から生じるからである。しかし、より一般的に、美しいと名付けるすべての存在に共通な性質の、うち、美という言葉を記号にしうるものは何だろうかと、疑問を投げかける。 それは、美がそれによって始まり、増大し、無限に変化し、減少し、消滅する性質だという。そして、これらの結果を引き起こしうるのは、関係の観念を置いて、他にないという。ここで彼は、美の流動性や多様性を示唆している。例えば、美しい人の体重が5キロ増え、その人の顔に脂肪が溜まり、若干膨れっ面になると、その人の顔は怒りを想起させ、 すでに美しい人ではなくなるかもしれないという流動的な側面が美にはある。また彼は美の多様性についての証拠として雷雨、暴風雨、天地創造以前の混沌の絵を挙げてある種の存在は秩序や対象の明白な外観とすら無縁だと述べている。したがってこれらの存在のすべてが一致するただ一つの共通な性質は関係の観念であるという。 美の多様性においては、上で示した、美しい人が、たとえ膨れっ面になったとしても、それは、怒りではなく、健康を想起させ、その人は、さらに美しくなるかもしれないということが言える。美しいという語を作り出させたのは、関係の近くであり、その関係と人物の精神との多様性に応じて、綺麗、美しい、魅惑的な、意外な、崇高な、神聖な、その他、 肉体と精神とに関わる無数の語が作られた。これらが美のニュアンスである。さらに、関係の観念であるところの美が往々にして、感情の問題にされてしまうことに触れて、こう述べている。確定しにくいけれども認めやすく、そしてその近くに快感が伴うために、美は理性よりもむしろ感情の問題だと憶測されたのである。ごく小さな子供の頃から、 ある原理が我々に知られていて、その原理が習慣的に外部の事物に対して気軽に速やかに適用されるような場合には、いつも必ず我々は感情によって判断を下していると思うだろう。美に対する意見の相違のことごとくは自然の所産と芸術作品における知覚された関係の多様性の結果として生じる。それならば一体自然のうちで その美しさに関して、人々が完全に意見の一致を見るのは何であろうか。この問いに対して彼はこう答えている。同一対象の中に全く同じ関係を知覚し、それと同じ程度に美しいと判断する人は、おそらくこの地上に二人といないだろう。だが、いかなる種類の関係も感じたことのない人が一人でもいるとすれば、彼は完全な馬鹿者だろう。グリムの文芸通信に、 断続的に掲載されたサロンの批評、サロン表によって近代的美術批評の祖ともされる。その批評論は、絵画論、エッサイスール l a p ン、e. ツレ、1766年間に結実した。ディドロの美術論は、ディドロの絵画論とその他美術に関する著作を加えた、絵画について、佐々木健一役、岩波書店、2005年に詳しい。ディドロの時代は、 近代的な芸術概念の確立期に重なっていた。近代的な芸術概念とは、文学と造形美術、絵画、彫刻、建築と音楽をひとまとまりのものとしてくくる考えのことである。近代的な芸術概念の革新は、絵画や彫刻を頭の仕事として格上げすることにあった。リドロと美術との関係が顕著に現れるのは、サロン展の批評を書き始めた頃である。 1759年を皮切りに、1781年まで9年、分、59,61,63,65,67,69,71,75,81年を書いている。サロン表が公表されたのは、文芸通信というミニコミシだった。これを刊行していたのは、1723年から1807年。 というパリ在住のドイツ人でパリに定住して4年目の1753年からある人物のやっていたこの事業を引き継いだ。ディドロの主要な著作のうちサロン表と海画論、さらにダランベールの夢とブガンビル公開記ホイなどが文芸通信に公表された。しかし読者は極めて限られていて最大でも15人ほどだった。ディドロは 絵画論の刊行を1765年のサロンの末尾で予告して1766年の文芸通信でそれは公表された。絵画論は哲学的な絵画論であることをもって特徴としていた。彼は詩などを論じるために使われた修辞学的概念を切り捨て絵画を純粋に絵画として論じた。絵画論の最終章で彼はもう一度 項目、美の主題だった美の根拠について論じている。彼は問う。だが、もしも趣味が気まぐれなものであり、美については永遠の普遍の規則など存在しないのであれば、これら全ての原理にいかなる意味があるのか。彼は美を真や善と結びつけることによって、この問題を解決しようとする。彼は言う。真、善、美は密接に結び合っている。 最初の二つの質に何か稀で目覚ましい状況を加えてみた前。真は美となろう、善は美となるだろう。彼によれば、趣味とは経験を重ねることによって、真や善がそれを美しくする状況ぐるみで容易に捉えられるようになり、それにすぐにそして強く感銘を受けるようになる、そのようにして身についた能力だった。彼は絵画を美しくするためには、 その対象である自然の構造をもしくは秘密に通じることが不可欠であると考えた。そこで彼の絵画論の課題は、自ずから自然法則をよく知るという課題と重なりった。この美と自然法則の称号は絵画論最終章の主題に直結している。そこで美は真と善に基礎付けられるが、ここで言う自然法則はまであるとともに、善、 特に有用性の基盤となるのである。そして、この問題意識が、ディドロの美学的施策の展開において一つの中心的な主題を成していたことに注意しておきたい、と、佐々木健一は述べている。フランス本国では、前週は、没後の1798年に刊行されている。百科全書に寄稿した項目などがある。没後に刊行された著作も多く、また、 小説の大半は実験的なもので明確なストーリーを持たない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。